皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日ね、マーガレットの摘心をしたいと思います。ここにねピンクのマーガレットが あります。この実はこのマーガレット別名木春菊、キラチカミツレとも呼ばれています。マーガレットの原産地はカナリア諸島でキク科の宿根草なんですね。ギリシャ語で真珠を意味する白い花ってことですけど、これピンクのね色になってますけど、花色としてはですね、ピンクとオレンジとイエローとホワイトの4色が基本的にあります。適地としてはですね、日当たりと風通しが良い場所、夏の高温多湿を避けてですね、冬は霜の当たらない、日向かですね室内で管理をします。植え付けは今ねこれ、先日、丸い鉢に植えましたけど、株間をね2センチとってやや浅くね、植え付けるというのがコツですね。肥料なんですけど、元肥に緩効性肥料を少量与えてですね、開花地を月に1回か2回、千倍液肥で追肥するか、春と秋に固形肥料を置き肥で与えます。水やりなんですけど、鉢植えはですね、土の表面が乾いてから、大体基本的には一緒なんですけど、花壇植えにつきましては、極端に乾いた時以外はね、あまり必要ないかと思いますんでね。ほったらかしとなんかいい加減ですけど、忙しい方にはぴったりではないかなと思います。花柄摘みはですね、花柄が外側に反り返ったらビュッとねこう反り返るんですよね。ビュッとこれがねビュッとなってくるんですけど、外側に反り返ったら花茎の付け根どこですか、ここですね。花茎の付け根ってここになります。ここからカットしてあげるということですね。よくね質問があります。メールで、どこから切ったらいいんですかっていうね、この花柄摘みコスモスにつき、マーガレットにつきましてはこの花茎一番下からね切ってあげるといいかなと思います。切り戻しっていうのはまだ違いがわからない方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、9月にですね草丈の2分の1を目安にですね、この花の場合は切り戻しをしていただければいいかなと。花丈の2分の1でバッサリ切るということですね。これが切り戻し。茎はもすいで風通しを良くする。こういったところをねこう一部ずっと間引きみたいな感じでこうカットしていく、とまたですね秋に開花をするということなんですけど今日はね、この間植えたばっかりなんで、まだね花がいくつか、つぼみがね、そうですね、花が今、4つですか。それとつぼみがね2、4、6、10個ぐらいついてるんですよね。これも全て落としてね、摘心をして、この倍4倍というね倍で咲かせていきたいと思いますので、今日はね、花をカットしますことはご了承いただければというふうに思います。それでは早速ねカットしていきますよ。いいですか。カットするのは、もう 花とねこのつぼみを一緒に落としていきますんでいいですね。ですから例えばこれでいったらここになりますよね。ブチッとこんな感じで切ります。こんなに切ったら花咲かないじゃないってことですけど、しばらくねちょっと我慢していただければ今の倍は咲きますんでね、大丈夫ですから、こんな感じで落としていきます。大丈夫でしょうか。花とはいつぼみの下から切るということですね。摘心ですからこの、分かりやすく言えばですねとにかく先っぽを全部カットするということですね。こういったものがなくてもねカットしていきます。とにかく先っぽをねカットしていくということです。等圧に何か例えるとあんまり良くないと思うんですけど、
毛先を切るって感じでね、女性の方はもう分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけど、毛先をカットするって感じでいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでもう思い切っていきますよね。2分の1までいきませんけど、意外と鼻と鼻茎を一緒に落としながらざっくりといくってことですね。こう鼻と鼻茎、つぼみがついてるから重点的に落としていきます。はい、こんな感じでね、落としていきます。こんな感じですね。こんな感じで落としていかれるといいのかなというふうに思います。あとね、先っぽを切っていくのもバッサリバッサリっていうか、毛先を切るって感じですから、こんな感じで切っていけばいいのかなと。なんかね、どこから切ればいいんですかっていう、なんかこう、よく質問があるんですけど、どこからでも、もう先っぽですからね、もうここに1センチとか 1.5 とか決まってないので、とにかく毛先、違う、先っぽをね、先を落としていくっていうのが基本なので、それだけ覚えとってもらえばいいのかなと思いますね。はい、ね、こんな感じでね、落としましたんで、まあね、一部ねつぼみがついてるところがあるかも分かりませんけど、それはまたね見かかった時に落としていく、これで OK かなと思います。あとね、忘れちゃいけないのが、こういったもので ね、もう病気とかね、虫が来ますんで、どうしてもね、そうですね、1ヶ月に1回ぐらい予防するってことと、虫を見つけたら排除するか、こういったものでまた駆除するか、またナメクジさんとかだったらその専用のやつがありますんで、シュッシュッとやっていけばいいのかなというふうに思います。それから摘心をしたらですね、こういったもので肥料をね、やるということですね。これも基本的なことなんで、肥料何個かねあげてください。まあ、こういった感じの無機肥料がありますので、まあ、2個ずつでもこんな感じでやっていただければいいのかなというふうに思います。それと時々ね、こういったハイポレックスで、液肥でね、まあ、水代わりに、まあ、先ほど言いましたように、開花中は月に1回か2回、千倍液肥で水肥をするということなので、ぜひね、肥料をあげてほしいと思います。そしたらね、もっともっと早く咲いてくれるかなと思いますので、ぜひ皆さんも挑戦してください。今日ね、マーガレットの摘心をやりましたけどね、最後になりましたけど、いつもコメント、ご意見ありがとうございます。チャンネル登録をね、ぜひお願いしたいと思います。登録していただくと、私が投稿したとき、皆さんにパソコン、まあね、携帯電話でご覧になっている方が多いと思うんですけど、ちゃんと通知がいくようになります。今ね、私の似顔絵が画面の中央に出ているかと思いますけど、これはクリックしていただくだけなんで、ぜひね、お願いしたいと思います。今日もね、最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。これまた満開になったらね、またアップしますんで、ぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。